はい、どうも、アバ団子です。今日も質問に答えていきたいと思います。この曲、まさに俺にぴったりやんと思うような自分のテーマソングはありますか？まあ、普通に団子大家族がいいんですけど、やっぱね、盛り上がる曲ではないんで、自分のテンション上げようかなって思うときは普通に好きな曲聴きますね。安室奈美恵のロッキューとか、あとはキートークの盛り上がる太陽系リフレインとか、あとはたまにジャムプロとか、そこら辺ですかね。最近読んだ本から得た知見は、今習慣の本読んでるんですけど、なんか自分は意志が弱いからなっていう人は、まあ、習慣を作るのが下手ということです。時戸さん、目原さんとかが筋トレしてる聞いて、自分は先に、じゃあアバダンスさんどうですか？見る回遅いのでしたね。したらどうですか？まあやってるんですけどね、最近は。特に上半身ペラペラだから、今、広背筋を特に鍛えたいなって思って、鉄棒だったり、ぶら下がって懸垂したりしてます。まあね、かっこいい背中がいいですよね、時戸さん、目原さんみたいな。バンドリは、ポッピンはアリサ、アフターグローはランとモカ、ハロハピはミッシェルと、ミッシェルとココロちゃん、ロゼリアは、今井リサ、今井リサが好きです。パスパレは、アヤちゃんかな。だからアバダングさんの方が、アバダングさんの方が好きで、どういうことだ。スマブラプレイヤーとしてスポンサー登録しようと思ってるんですが、リンク踏んでもできないですか？どうしたらいいですか？リンクは、まあ、踏むときには、PC 版のブラウザで開いてください。特にスマホの人は。PC 版の人はそのままリンクを踏んで、メンバーになるを押してくれたら、できると思います。俺っちもスマッシュログのメンバーに入れてくれるよ。まあね、こんなことを匿名で送ってくる時点で多分きついっすね。彼女との初デートで気をつけることを人生の先輩として教えてください。そうですね。もうしばらくデートとかしないんでよく覚えてないんですけど、まあなんか喋りに困んない場所がいいんじゃないですかね。映画館とか。前も配信で話したんですけど。レオパレスに住んでいてネット環境はあるのですが、落がひどいです。おすすめの機器があれば教えてください。ネット環境って、機器を揃えれば大丈夫とかそういう話ではないので、はい、変えるしかないと思います。場所を変えるしかない。特にレオパレスなんか、回線めっちゃ混みそうな感じがイメージとしてあるんで、引っ越すしかないかもしれないですね。最近気になってる別ゲー会はありますか？前まではね、ちょっとクラロは気になってたけど、ある程度もゲームやったから、今は特にないっすかね。デッドボタンでの小ジャンプのコツが知りたいです。コツはないので、コツコツやるのがコツです。これまで対戦したプレイの中で変わった気候を知りたい人はいますか？もしいたらどのような気候でしか。まあ普通に他の人の気候なんて見ないので、わかんないです。スイッチでスマブラが確か発売されるようなんで、10年ぶりに復帰しようかなと思ってるんですが、前作プレイしないため、プロコンと GC コンどっちかった理由がわかりません。まあ僕は、GC コンですね。ボタンが多いのはプロコンが強いんですけど、やっぱりスティックが柔らかめ。激しい操作するスマブラからしたらちょっとね、ガチャガチャやると柔らかいかなって感じがします。ボタンの多さ的にはプロコンの ZL とかそこら辺は強みだと思います。タッチ感などに向きが反転してしまうのは自分の操作精度の問題ですかね、それともコントローラーの問題でしょうか。まあ一応操作精度が高ければ振り向かないこともできるんですけど、まあ大体コントローラーですね。今のコントローラーはスティックが硬いのと、あとはスマブラ4のスティックの入力がかなりシビアで、なんつうんだろう、猶予がないんですよね。遊びの部分がないんですよ。だからちょっとでも倒した瞬間に反転しちゃうみたいなのがあるんで、まあ、コントローラーの差異が大きいですね。次回作では遊びの部分が増えるんで、そういう反転は割とないっぽいです。シークの動画を見てると、横コンボの最中にシッター鏡をたまに織り交ぜてるのはなぜですか？
横強をやってると相手が外側に行っちゃうんで、下強先端当てると若干内側飛んでくれるんですよね。だからそれですね。マルスを使っているのですが、待ちキャラの対処が苦手で、速にシークの張り待ちに距離を詰めるジャスがする速感展開引き。マルスを使っているのですが、待ちキャラの対処が苦手で、速にシークの張り待ちに対して距離を詰めるジャスがする速感展開引き出しが少ないので教えていただきたいです。まあ、マルスはね、まあ、丁寧にやっても勝てるキャラじゃないと思ってるので、まあ、思い切ってシーク、針待ってたらガードしてるとか、あんまり意味ないと思います。まあ、特に、低パーセントなんて、シークの針なんて食らっても痛くないから、普通に殴りに行くとか、掴みで読み合った方が全然いいと思います。何を食べたらエレガントみたいに連打できるようになりますか？エレガントは持ち替えてるらしいですよ、噂によると。地味に格下の人とスマブラするときに心がけていることありますか？逆に格下のときに対戦するときに心がけていることありますか？まあ、一本も引かれないようにするとかは自分の中でやってるかもしれないですね。フリー対戦でだとしても、一回も負けることなく倒すみたいな、そういうことは意識してるかもしれないです。で、格上は、僕正直格上本当に限られてるんで、あんまやんないんですけど、まあ自分に足りないとこを吸収するようにとか、まあ大会で当たった時にこの癖使えそうかなみたいな感じでいろいろ考えながらはしてます。この人やっぱこの動き多いなって思うのはメモを取ったりとか、そういうことはしてますね。ベオクラにそれぞれ勝負できるキャラクター教えてほしいです。まあ一番テンプレなのはシークディディですかね。まあ、個人的にディディの方がいいと思います。ミュースの性能でどっか一箇所強化してもらえるのは何を強化してほしいですか？体の大きさを小さくするとかですかね。私はスマブラ上達するための試合の反省点をメモする、いろんなキャラ使えるようにするといろいろ試しています。これである程度までは上達しましたが、そこから伸びは悩んでいます。なるほど。まあいろんなキャラ使えるようにするっていうのは結構初期段階でもう切っちゃっていいです。強くなりたいんだったらね。強くなりたいんだったら本当に一キャラ、僕はその初期段階のことはあんまり覚えてないんで詳しいことは言えないんですけど、申し訳ないです。ベヨネッタはディディに不利だと思いたいと書かれてみましたが、どういった点で不利と考えるのか具体的に聞かせていただいてもよろしいでしょうか？まあ、ベヨネッタ普通に差し込みたくがほとんどないので、ディディに強気に差し込めるのってつかみぐらいしかないんですよね。で、横 B とかもリターンは高いんですけど、基本的にガードされるんで、ガードされたら、まあバナナから 20、30% 普通に取られちゃうので、立ち回りが本当にきついです。本当に有利要素があるとしたら、復帰阻止でなんとか倒すとか、まあなんとか、バレット圧で待ちはするんですけど、やっぱりね、バナナ投げた方が、トータルのリターンは高い、ね。で、まあ、他の勝ち筋はウィッチタイムなんですけど、ウィッチタイムっていう言葉を挙げてる時点で結構ね、あんまり良くないんですよね。見てから普通にバナナ投げ横スマとかやられちゃうんで。新作スマブラの DA とダッシュ横強とダッシュ弱って感覚的に打ち分けられるものでしたか？僕はやったことがないのでわかんないですが、まあシーステ横強とかは、シーステ攻撃とかは必要になるんじゃないですかね。アバベオとアバダミュウツーが戦ったらどっちが勝つと思いますか？多分ベオですね、普通に。CPQ の敵と戦ったら負けることありますか？ま、僕はただコンピューターの借り方を知ってる側の人間はそうそう負けることないですね。病気犯についてどう思いますか？自分は努力してない人がキャラや開発人のせいにしてるだけだと思うんですが、まあ、大抵の批判は、まあ、聞くに値しないんですけど、まあ、初心者を勝ってるっていう時点の罪はあると思います。まあただ大抵のなんか秒使いはスマブラが下手とか、そこら辺の批判はまあ聞かなくていいと思います。雑誌の手元動画とか見てみたいです。のじんこでツイッターを検索すると雑誌のプロがいます。ヒカルドンキー対アバベヨの解説動画のことで、 AB からジャンプ横ビー当たりそうだったのに、車下のアイデアが雑誌べきのが甘い方ですが、
あのね、ベビーから横ビーやったらね、ジャンプは消費するわ。で、横ビーの後に相手が内側に行っちゃうんですよ。だから場外に出す展開にならないんですよね。だから食う前やっとくと絶対場外行くじゃないですか、外側に出したいから。それ狙いですね。横ビーやるとね、展開がもうそれで終わっちゃうけど、食う前だったら場外に出して着地狩りプラス、まあなんかあるかもしれないっていう感じですね。マリオンファイアボールやとピカチュウの電撃等の投げ技系の対応、まあ、飛び道具系の対応が苦手なんですけど、どのようにして立ち回ればいいですか。まあ付き合わないのが一番なんで、出させない距離に詰めるとか、まあ、そもそもガードしないで出だしを殴るとか、そういう感じがいいと思います。若いスマゼとそれ以外のスマゼで全体にプレイスタイルが違うと感じることはありますか。まあありますね。まあ若い人はまだリスクリターンが分かってないというか、いやまあ知らない方がいいのかもしれないけど、お前そこでそれで踏んのかよみたいなタグも強気で振ってくるんで、そこは違うなって思いますね。トップレイヤーの大会動画を参考にしたいんですが、初心者なのに具体的にどんなところを見たらいいのかが分かりません。見るポイントを教えてください。まあ基本的に初心者の人が大会のトッププレイヤーの大会の動画を見ても何をやってるか全く分かんないんで、レベルを下げた方がいいですね。まあ、どこを見たらいいのか、普通に自分よりちょっと上手い人の動画を見るのが上達するにはいいと思います。差がありすぎると何をしてるか本当に分からないです。ゲームで強い人を教えてください。ゲームの強みといったらウェイスマの無敵だと思うんですけど、他に強みありますかね。まあウェイスマの無敵ですけど、まあ基本的にガードで大抵のタクどうにかなっちゃうので、ゲッチはそうですねって感じです。ゲームので強い人はソン軍が日本では一番強いんじゃないですかね。次回マラスとかケンキャラが強くなりそうですが、足の遅いカムイどうでしょうか。カムイもいいと思いますよ。だって普通に横ビーのリーチ長いじゃないですか。だから足が遅かろうが、着地狩りの展開でさ、横に回避されても横Bで追撃できるみたいなことできると思うんで、カムイも普通に強いと思いますよ僕は。ただ復帰がちょっと弱いかなって感じです。ビオネッテを使っている時に相手が基本的にマッチプレイをしている場合、どのような技をするのが効果的ですか。まあビオネッテより強いマッチなんてほとんどいないんで、基本的に待っていいと思いますよ。バレットアーツ振りまくだけでダメージたまるんで、そんなに自分から無理に攻める必要はないです。まあダイブキックとかで差し込むのがいいんじゃないですかね。というの対策を教えてください。まあ飛び道具キャラはね、普通にガードです。基本的にガードをジャス側を安定させてくださいって感じですね。オンラインだとちょっときついんですけど、ジャスがしないとガードが減って、その間に何だろう、ジャンプしなきゃいけない期間が増えちゃうんで、ジャス側をしてください。でトゥーンなんてつかみ食らったところで大抵安いんで、基本はガードを固め、飛び道具キャラは基本ガード固め。自分はもともと別ゲームのガチでだったので、上位勢を含めた会話全然民度が低く、うんざりしてやらなくなりましたが、スマホ会の民度は僕的に一見平和そうに見えるんですが、アーガンさん的にはどう見えていますか。まあ普通にいいと思います僕は。人数の割にはいいし、年齢層が低い割にはかなりいいと思います。オンはちょっとオフラインで、なんか人と対戦したことあんのみたいな人はたまにいるんですけど、まあそれはどの会話にもいると思うんで、トータルで見たら全然いい方だと思います。海外もまあ上位勢は特に人がなってますね。まあやっぱりみんなで盛り上げようっていう意志が強いゲームだと思うので、そこら辺はいいと思います。ベヨネッタずらしたいよとかね、いまいちわかんないですか。ああまあ普通に相手がずらした方向に技を当てるだけです。ずらされた方向に技が当たんなかったらもうそれ振っても意味ないんで、まあ、単純に相手を追って相手に当たる技を振るって感じです。最近ビオネッタを触り始めたんですが、これだけは抑えておいた方がいいよというコンボありますか。まあ普通に上 B 横 B とかでいいんじゃないですかね。特に難しいコンボは練習する必要はないと思います。空前絡みとか、まあ2段コンボよりもね、ジャンプキャンセルを安定させた方がいいです。ビオネッタの上 B からクエが繋がらないように相手にずらされていいからでしょうか。そうですね、ジャンプして追いかけるならすればいいですか。いやまあ普通に自分は当たんなかったらもう下を一度った方が強いと思ってるんで、ジャンプはしなくていいと思います。
まあ、空へ繋がんなくても空前は繋がるとかあるんで、まあ、相手の位置をよく見て技を選択してください。読まれない的確な緊急回避のコツがあれば教えてほしいです。まあコツはないのでコツコツやるのがコツです。まあ普通に考えてやるしかないです。自分の頭で本当に相手とじゃんけんする気持ちになってやんないとただの手癖で回避することになっちゃうんで、考えてやるのがコツです。対戦でスマムラ出た時に台座の位置は常に意識してますか？まあ意識しますね。まあ特に対シークなんか運ばれたら一瞬でやられちゃうんで、まあ台がある時は利用した方がいいんじゃないですか。マリオ、ルイージ、ヨシはアバーンさんが強キャラですか？マリオがギリギリ強キャラだけど他はって感じですね。ルイージは中堅あるけどヨッシーは中堅ないですね。やっぱりオフライン行って掴みが弱い、掴んだとしてもリターンが低いっていうのがかなり痛いです。勝負にキャラランク関係ないスタンスでさ、キャラランクどれくらいのキャラのトップを目指してると思いますか？まあトップの定義によるんですけど、優勝を狙えるのは上位10キャラぐらいかなって感じです。まあ上位10でも単キャラで優勝するかって言ったら、まあそれもきつくて、まあ上位5、6、7ぐらい、7ぐらいかな、単キャラで優勝できそうなのは。それ以下になると結構きついかなって思います、今の環境だと。アルカンやフォックスなどの百裂系をガードしたときはどう反撃するのが正解ですか？まあ普通にガードした後に間に合う技を反撃取るのが正解ですね。百裂系の最後をね、まあ基本的に、まあ、読み合いなんですけど、最後ガード出し切んなきゃいけないんで、向こうもその最後の一発をガードした後に反撃取ればいいと思います。ジェスの後ろ投げだけなんであんな犯罪級に飛ぶんですか？まあ他が弱いからいいんじゃないんですかね。ビオネットのジャンプキャンセルの際は Z でのキャンセルですか Y でのキャンセルですか？ Z です。何度も言うんですけど、 Z ジャンプの利点って人差し指と親指を同時に使えることにあるので、 Y でキャンセルしてたら人差し指手持ちぶさったじゃないですか。トルモでは普段どんな練習をしますか教えてください。まあスマッシュログの動画でも上げたんですけど、まあ基本は操作練習、コンボ練習、コンボ開拓とかですかね。読み合い発生させた方がいいんですか？もしあなたがじゃんけんをして99%勝てるみたいな超天才だったらじゃんけんをした方がいいんですけど、読み合いもね、まあそんな人いないんで読み合いはない方がいいんです。勝てる読み合いを押し付けるのがいいんですよ。勝てる読み合い、まあ相手がグーかチョキしかない状態でこちらはグーを出し続けるみたいな、読み合いにもなってないような読み合いを発生させるのが一番です。新作からガチ勢を目指そうと思ってるんですか？フレーム表やテクニックなどはボタングさんが攻略に使っているサイトがあれば教えてください。まあフレームは、まあ、僕が記事あげたんですけど、スマッシュログで、まあそこの六川智之さんとか、まあフレーム、スマブラフレームで調べたら結構出ると思います。テクニックは、まあ僕はあんまり、なんだろう、発売当初はいろんなサイトがそういうのをこぞってあげるので、特にこれっていったものはないですね。まあ基本は海外勢もそういうテクニックを共有したがるので、海外のスレッドとかもちらっと見ますけど、まあ、特にって感じじゃないです。 Twitter でいろんな情報をフォローしとけば大抵キャッチできると思います。早いキャラを使うと自分から攻めすぎて相手が置いた技にバンバン当たってしまいます。まあ基本的にスマブラって街が強いゲームなんで、自分から攻めなければいいと思いますよ。新作のアップデートで自分のキャラが弱くなればキャラ替えすると思うんですが、自分のキャラの強さはそのままで、アタキャラが強くなった時にもキャラ替えしますか？まあしますよね。まあ相対的な話なんで、キャラの強さなんて環境が変わればキャラ替えの必要は出てくると思います。クロムが参戦しましたね。アイクの人が天空が復帰して、あの喜びで復帰してるんですよね。まあそうですね、クロムはまあ本当に立ち回り超強そうなんですけど、復帰が一番弱そうなんで、そこだけネックですね。ウェビーが天空、横尾が迷い込ん、まあメテオあるキャラ当たったらこのキャラどうやって復帰するんだろうって感じですね。でもそれ以外は強いと思います。海外の大会で GC コーナーの正規コン以外も使えますか？まあおすすめはしないですけど、使えるとこはあるんじゃないですかね。
スペシャルクラウドはリミットが15になったり、バズの持続が短くなったり、位置が短くなったりで弱体化されましたが、それでも強キャラですか？まあ強キャラではないと思いますけど、まあアイクかクラウドで悩んでるんだったら、まあ普通にアイクとか両方使えばいいんじゃないですか。今から悩む必要は別にないと思うんですけど、アイクの方が僕は強いと思います。マリオ使いのものでマリオと相手にしていて、厄介な詰め方や動きは何ですか？やっぱりマリオは基本に忠実にダッシュガード、ダッシュつかみとか、そういう基本的なことをちゃんとやってる人の方が僕は苦手ですね。もう本当にマリオ使いというよりは、本当に人の強さを押し付けるようなダッシュガード、ダッシュつかみ、ダッシュウエスマとか、そういう感じの方が嫌です。空中攻撃はあんまり僕は強くないかなと思ってます。はい、ということで第5回ぐらいになりました。このあれも終わらせていただきたいと思います。またなんか有益な質問等があれば質問箱からお願いします。ありがとうございました。